Stop it. Get some help. ということで、今回はピックアップ中の新キャラクター上里綾人の現在公開中の PV を2つ視聴していきたいと思います。まずはエピソード PV を見ていきます。どうぞ。はい。上里家は稲妻にあまたとある家のうちの一つです。ですから私の仕事も大した内容で。本当ですか？絶対大してる大してる大してる。この家の本当だ。ほくろセクシーなんだけど。いいですね。下まつげもセクシー。ああ確かに。外ではシャブ業としての役割を担っています。しかし結局は普通の人間なのです。公務で数日間足長帰れないことも珍しくありません。目下の問題を解決してもいつか訪れるであろう機能に。あ、水も滴る。なんとやら、雨も美しい。雨に桜。に傘ささない確かに、ね、傘ささないタイプ。稲妻結構傘売ってるよね、街中に。確かに。仕方ありません。雨宿りをしましょう。ん？あ、楽しそう。ここでお会いするとは思いませんでした、お兄様。可愛いぞ。少しお待ちください。タロ丸、いい子だから早く降りるんだ。タロちゃん、やんちゃん。おいおい、このままじゃ動けないだろ。おや、二人揃ってこっそり宴でも催すつもりですか？いえ、お兄様の誕生日がもうすぐ。そうなんだ、お誕生日なんだ。そうでしたか。仕事を楽しみ、生活を守り抜く。これらのために人は武器を手にするのです。守るために。なるほど。素敵ですよ。素敵ですね。雨も滴る。そうなの。麗しい。言葉をなくしますね。言葉なくすね。でもあんなに柔らかい表情なのに最後の一言だけ若干影ありそうだよね。なんかちょっと感じましたよね。うん、そうなんですよね。武器なんか取らなそうな顔してるけど、ね、まあ取るよな、取っちゃうんですよね。そんな彼が取ったらどうなるのか。続いて実践紹介 PV を見ていきます。どうぞ。正体がバレないよう行動開始の合図。正体がバレないよう隠密部隊あ、花火の音に紛れて私が打ち上げてる。全力で動員されている今、そう見計らったのは褒めてあげましょう。しかし随分と人が少ない。あら、あらららら。ついてこい。うちの大使はシャブ業と協力の相談をしたいそうだ。一つ忠告いたします。かえって私の情報を書き換えた方がいいですよ。無論あなた方が無事に。ありがとうございます。敵には容赦ないタイプ。 ありがとうございます。かっこいいんだけど。やっぱり意外だ。剣影よ。優雅だね。エージェントさん頑張れ。勝てないよ多分。暗殺で仕留められたなら私の地位を狙っていた一族たちも苦労しなかったでしょう。意外と壮絶な過去あり。神里流水流。花咲いちゃった。ねえ。うわ。どうしたま、護衛が手薄になってしまい申し訳ございません。週末版は資格のようなサジから身を守るものではありません。サジ。それで状況は？作戦は順調です。抵抗軍小隊は無事天守閣付近へ潜入しました。天守閣付近へ潜入って言ってる？
僭越ながらこれほどの危険を犯すなど投資様らしくないかと。何をなんかやってんだね。何をしようとしているんだ。妹に少し手を貸したまでです。そんな綾人さんのボイスがですね、公式サイトでも一部聞けるそうなので、そちらも聞いてみたいと思います。あなたのことはたびたび綾香から聞いています。しかし公務が忙しかったこともありなかなかお会いできませんでした。神里家当主神里綾人、以後お見知りおきよ。忘れません。会いに行くわ。会いに行く。ペットといえば、私は犬が好きなんです。猫の気ままなところも悪くはありませんが、飼い主の命令に従順なのは犬だけですから。やばい、これ絶対違うでしょ。忠実で素直でなんとも愛らしいものです。うわなります。犬に犬だね。うわこれはこれはすごい。これは絶対裏あるわ。やりそうですねこれ。いやめっちゃかっこよかったな。これ欲しいね。欲しいですね。欲しいね。つか何突しよっかな。ね、使いたいね。使いたくなるな、これは。はい。